にちは、新州読書会の宮沢です。今日はハンナーレントの人間の条件を紹介していきたいと思います。雑談しながら、ちくま学芸文庫から出てるんですけども、第3章の労働ってとこですね。私も全部読んだわけじゃないんで、読んだところで思ったことをですねシェアしたいなと思います。労働と仕事の違いですね。ハンナ・アーレントっていうのは人間の活動じゃないや、人間の、条件っていうのを考えてまして、活動的生活ってやつですね。活動的生活って人間の生活で、その主要な部分は労働と仕事と活動からできてるっていうんですね。労働ってはレイバー、仕事はワーク、活動はアクションです。労働っていうのは、生命維持のために行われる活動です。食べたり、家を掃除したり、洗濯したり、そういうことですよ。で、仕事っていうのは、ワーク。これはワークっていうのは、仕事っていうのは、これ、解説に書いたんですけども、労働っていうのは台所仕事、レイバーですね。で、ワークはタイプライターだって、アンナーレンとか言ってるんですけど、物を書いたりですね。なんていうんですか、直接その生命の維持に関係ない、活動、仕事っていうことですね。絵を描いたり。職人の仕事も一応ワークに入るらしいんですけど、あとアクションっていうのがあって、これは人との間に行われる議論とか政治活動みたいな、これはアクションって言ってですね。で、労働と仕事の違いですね。これについて、ハンナ・アーレントの哲学ってハイデッカーの教え子ですから似てんですけども、ラテン語とかギリシャ語とか英語のドイツ語フランス語の語源みたいなものから哲学していくっていうことですね。その言葉がどうやって使われたかっていうことから、本来の意味、現在において失われた本来の意味みたいなのを探り当てていくっていう哲学の仕方なんですよ。こういう哲学を、ハイデッカーがやってるのは、デリダっていうのか半袖っていうのか長野っていうのかね、イントネーションがあるんですけど、デリダもちょっと私読んだら、この語源学みたいなことやってますけども、ハイデッカー以降そういうのよくやってますよね。ハントとかショーペンハイルとかニーチェとかそんなことやんないんですけども、ハイデッカー以降はこの言葉の本来の意味を取り戻すみたいな、そういう哲学ですね。で、ハンナ・アーレントもそうですよ。で、ギリシアでは労働と、レイバーとワークをどうやって分けてたっていうことを、この第2章、第3章、労働ってとこで書いてます。じゃあ、ちょっと読み上げていきますか。私が主張している労働と仕事の区別は普通に認められているようなものではない。なるほど、この主張を裏書きする現象的な証拠は非常に目につくものだから無視できない。にもかかわらず、やはり実際は近代以前の政治思想の伝統においても、また近代の労働理論の巨大な体系においても、この私の主張を支持するものはほとんどない。もちろん私の主張を裏付ける見解は多少あることはある。しかし、それらの見解はそれを述べた著作家たちの理論でも十分に展開されない。ところで、この歴史的証拠の少なさと対照的に非常に明瞭で覆すことのできない証拠が一つある。すなわち、古代近代を問わず、すべてのヨーロッパ語は私たちが同一の活動力と信じているものを意味するのに、語源的に無関係な2つの言葉を持っているという単純な事実がそれである。しかも、この2つの言葉はずっと同義語として使われてきたにもかかわらず、未だに2つの言葉としてそのまま残っているのである。
例えばロック、ジョン・ロックですね。ジョン・ロックは仕事する手と労働する肉体を区別したが、それは古代ギリシア人が行った区別と多少似ている。つまり古代ギリシアではドイツのハンドワーカー、ハンドワーカーって言うんですかね。ハンドワーカーに相当するケイロテクネスと奴隷や家畜のように自分の肉体でもって生活の必要物をに使える人々が区別されていた。ということです。労働っていうのは自分の生命を維持するためですね。生活に必要なものを得るための営みが労働なんですよ。レイバー。で、ワークっていうのはそうじゃないんですよ。ワークっていうのは生活の必要性から離れたところにある。ということなんですよ。だから、なんていうんだ、その、我々の今でね、この仕事で飯が食えるのかっていう時の仕事っていうのはレイバーですよね。その、生活の必需品を買うための、まあ今だと賃労働ですから、お金、貨幣、労働、自分の労働力を売って、貨幣に変えなきゃいけないんですけど、労働力を売って貨幣に変えるっていうのは生活するためですよね。その生活費に充てる、生活費を稼ぐための仕事、活動は労働って言われるんですよ。で、仕事はそれ以外の分ですね。生活費を稼ぐことに直結しないというか、まあ、どのぐらい直結するのかしないのか、ここら辺が曖昧なわけですよ。だから、労働と仕事っていうのがね、その、レイバーとワークの。続き読んでいきます。ちょっと飛ばして。すなわち、レイバーという語は名詞と考えられているけれども、実際には労働の結果である完成された生産物を意味することはなく、動詞的名詞にとどまっており、むしろ同名詞と同じグループに分類すべきものである。これに対し生産物そのものは必ず仕事を意味する言葉から取られている。むしろこの言葉の一般的用法が現実の近代的発展にぴったりと従ったために仕事という語の動詞形の方がかえって時代遅れのものとなっているほどであるということです。レイバーっていうのは形が残らないものですよね。今エッセンシャルワーカーっていう言葉が出てきて、私はエッセンシャルワーカーって言葉のエッセンシャルが何なのかよく誰か説明してくれればいいんだけど、説明されてないんですよね。そのほら、コロナ禍の中でエッセンシャルワーカー、例えばその看護師の人とかね、なんかゴミを収集する人とか、その我々の生活を維持していく上で、まあ、生命維持に直結する仕事を今エッセンシャルワーカーっていう風に言い出したってことですよね、おそらくね。まあ、欠かすことできないわけです。生命維持、生活を続けていく上で必要な仕事ってあるんじゃないですか。だけどそれによって生産物ができるわけじゃない仕事ってあるわけですよ。で、それを言ってるとなんか職業差別みたいに響くから、まあ、私はちょっと喋りづらいんですけども、その仕事っていうのは生産物が残るもんですよね。例えば建築家って自分の設計した美術館とか博物館とか残るわけじゃないですか。自分が設計したものが残るっていうことにおいては、生産したものが形になって出てくるってことですよね。まあ例えば著作家、作家なんて自分の書いたものが以上生産物として残るわけじゃないですか。それは市場価値を持つかどうか別としてですよ。自分し一冊も売れない同人誌を作って、それが仕事と言えるかどうか、私はちょっとわからないんですけども、一応その、仕事の成果であるものが、目に見えた形でできる場合は、ほら、仕事ワークってことですね。だけど、レイバーっていうのは、まあ、例えばゴミを収集しても、別に何か成果が残るわけじゃないじゃないですか。その、街の、なんだ、ゴミを収集して、ゴミ焼却場に持ってくって仕事は、別に何か形に残るもんじゃないですよね。だけど、これ必要なもんじゃないですか。日々の生活を続けていく上でゴミを焼かなきゃいけないし、あるいはまあ、いろいろほら、生活に必要なものって、ありますよね。まあ、例えばその、まあ、メイドさんみたいな仕事があるとして、そういうのっていうのは、その家の家事やるわけじゃないですか。まあハウスクリーニングみたいなのもそうかもしれないけど、これっていうのはほら、成果物が労働の結果である生産物がと関わりない
これをレイバーというわけですね。同名詞的、同名詞です。何々、ING 系ってあるじゃないですか、英語で。ING 系ってなら名詞的に使われる言葉ですよね。だから同名詞と同じグループだとレイバーっていうのは。常にゴミを収集し続ける。常にハウスクリーニングをし続ける。現在進行形っていうかずっとすることって、することに対応する生産物がないってことですよ。これをレイバーというと。これでもよく考えるとね、我々の賃労働ってほとんどレイバーですよ。例えば会社の経理の仕事だってレイバーじゃないですか。別に対応物があるわけじゃないですよ。貸借対照表と損益計算書を作るっていう、税務署に提出するっていう仕事は、別にこれは美しい貸借対照表ですねって話にならないですよね。まあ、あるいは会計士とか税理士もそうなの、あれもレイバーなのかもしれないですよね。対応物として別に、博物館とか美術館とか、残るわけじゃないじゃないですか。まあ、お医者さんもまあ、レイバーかもしれない。別に、私の治した患者、ね、剥製にして飾るわけじゃないですから。そんなことできないですから。まあ、常に新しい病気が生まれ、新しい患者やってきて、完治すれば、退院していくわけですよね。治らなくて亡くなっていく場合もあるかもしれないですけど、それはほら、生命の維持をサポートするっていうか、そういう仕事ですよ。よくよく考えてみれば、まあ、エッセンシャルワーカーとは言わず、その生命の維持にかかってる ING 系の仕事で、別に、あの、生産物が残るもんじゃないものって、たくさんありますよね。ということです。で、続きですね、ちょっと飛ばして、なぜこの区別が古代において見逃され、なぜその意味がずっと明らかにされないままできたのか、その理由はかなりはっきりしてると思う。労働に対する軽蔑はもともと必然、必要から自由になるための猛烈な努力から生まれたものであり、痕跡も記念碑も記憶に値する偉大な作品も何も残さないような骨折り仕事はにはとても耐えられないという労働に対する嫌悪感から生まれたものである。労働ってほら、日々掃除したり食事作ったり、なんか、ただ、骨折り仕事ですよ。で、骨折り仕事って別に記念碑が残るわけじゃないし、記憶に残るわけじゃないと。生産物が、称賛されるわけじゃないし。で、そういう労働に対する嫌悪感が、古代ギリシアにあったんですよ。なぜかというと、奴隷制だからですね。奴隷に全部やらせてたわけですよ。あの、生命に維持な必要。あの、仕事をね。で、なぜ奴隷にやらせるのかというと、必要なものを自分で労働して生み出さないところに余暇が生まれるわけじゃないですか、余暇。スコレって、あの、ギリシア語で言う、そうですけども。それをもってその、アゴラに行って議論をする、議論、政治的議論を吹っかけてソクラテスみたいに喧嘩するみたいなのが、これが人間本来のあり方であって、その日々の生命維持のための仕事、レイバーの方はですよ。これは別に、ほら、あの人間に必要不可欠、まあ人間には必要であるけども、人間性そのものには直結しないっていう、そういう考え方が古代ギリシアにあったってことですね。で、その市民社会っていうのは、働いてない人で作られてるわけですよ。その骨折り仕事っていうか、レイバーをやらない人が市民生活を支えてるわけで、レイバーばっかやってる人たち、市民生活っていうのはないっていうのが、ギリシアの考え方だってことですね。だレイバーってのは私的領域ですよ。自分の家の中の家事とか、食事作ったりなんかね、まあ、そういう話ですよ。で、公的領域っていうのはそれ以外の部分ですね。あの、ごく知的な営みで議論を吹っかけて、延々と話すみたいな、まあ哲学はそうですよ。哲学って、哲学やって生活費稼げるわけないじゃないですか、絶対。ね。人間とは何かとか自由とか何かなんて問いながらね。生活費稼げるわけないんですよ、そんなもん。レイバーじゃないですから。生活費をか、そういう生活費を稼ぐっていうことから解放された人だけが知的な営みに専従できるわけじゃないですか。で、そういうことですよ。ということです。で、続き、もうちょっと続き読むか。この労働に対する軽蔑は、市民がポリスの生活にますます多くの時間を取られるようになり、政治的なものを除いて全ての活動力を犠牲して、
スコレを持たざるを得なくなったにつれて広がった。まあだからギリシアのポリス、都市国家の市民というのは、自分の私生活ですね、家事とか食事作ったりとかトイレ掃除したりとか、こんなのもう全部奴隷に任せて、時間ができた時にそういうレイバーを軽蔑するっていう考え方ができてきたと。で、そしてついにこの軽蔑は骨折り仕事を必要とする一切のものを対象にするようになったということです。まあここまででやめますけども、別に私は職業差別の話をしたいんじゃないんですよ。もともとはそうだった。今奴隷制じゃないですから、ほとんどの人が今レイバーをやらざるを得ないですよね。いや、なんかブルシットジョブってあるじゃないですか。なくてもいい仕事っていうか、ほとんどなくてもいい仕事なんですよ。会社勤めしててわかるけど、自分のやってる仕事に目に見えて生産物に対応してないっていう、仕事を作るための仕事みたいなの生まれちゃうわけじゃないですか。私はそのブルシットジョブって本読んでないですけども、多分自分で勤めてみて思うのは、だってほら、出張なんか意味ないわけじゃないですか。ズームで話せばいい話なのに、わざわざ出張してホテル取ってまでね、なんかやりに行くわけですよ。全く意味ないですよ。意味ないと思って出張してんですよ。なくても仕事なんか実は回るんだ。会社になんか行く必要も大体ないんですよ。多分半分ぐらいの仕事は在宅ワークで、工夫すれば、もしかしたらできるのかもしれないけど、なんていうかそのわざわざ集まって同じオフィスでパソコン、カタカタ叩くっていうことをしてないと、なんだろう。まあ、そういうことを強いられるわけじゃないですか。でも、その会社って組織自体はみんなで分業して利益を生み出してますから、いや、本当だったら在宅ワークで個人事業主で十分なお金を稼げるんだったら、まあ、いいんでしょうけども、そんなことなかなかよっぽど専門的な技術がなきゃできないわけですよね。ということになると、その会社に行ってレイバーをやらざるを得ないわけですよ。ね、そうなっちゃうんですよ。なぜそうなっちゃうか、この本に書いてあるのかもしれないですけど、ちょっとその、ここまでしか読んでないんでね。ちょっともう話も煮詰まってきて、私も頭も全然働かない。なんか春先になったら全然頭働かないんですわ。で、何が言いたいかっていうと、まあ、レイバーですよ、ほとんど。今やってることってね。で、そんな純粋なワークに携わってる人って、そんな生活費を稼ぐため以外の仕事を、まあ、芸術家が絵を描くとかね、彫刻家が彫刻作るとか、誰かパトロンがいてね、生活費一切持ってもらって、自分がその生活必要な貨幣を稼がなくていいってところで活動してるっていう人があれば、生産物ができる芸術品が作ってるのはワークなんでしょう、純粋なね。で、さらに、もうその生活の必要性がなくて、政治活動だけしている人っていうのは、それはアクションなんでしょうね。ということになります。ちょっと日本ではね、あんまりそういう区別、東洋にそういう区別がないんで、まあ、もしかしたら孔子とかが言ってるのにそういう区別があるのかもしれないけども、それはちょっと私は孔子の儒教の、思想を全部知ってるわけじゃないんで、わからないんですけども、まあ、古代ギリシアとかそのローマの都市国家的なものは奴隷制があってプラプラしてる人が政治活動すると。で、職人っていうのは対応物が残りますよね。職人さんが家具を作ると、その家具自体はまあやったものに対する対応する生産物ができるからレイバーじゃないんでしょうけども、まあ、その辺の微妙な区別の仕方がちょっと難しいってこう書いてありますよ。だけど家具自体は私生活で使うもんじゃないですか。公的領域でタンス使うわけじゃないんでね。そうなると私生活、まあ、そのね、
公共空間で使う、みんなが使う椅子を作るっていうんだったら、それは公的領域に関わるワークなんでしょうけど、家で使う椅子と市役所のホールで使う椅子を作ることは意味が違うんだってことですよね。家で使うのは、まあ家で必要だから使ってるだけで、必要なもんじゃないですか。レイバーじゃないですか。で、公共空間で使うものを作れば、それはワークなんでしょうね。で、そういうふうに分類してるってことですね。ということです。だけど、ほら、我々今の生活って、必要なものを稼ぐっていう、これで飯を食っていけんのかっていうことから逃れられないじゃないですか、多くの人は。まあ、逃れてる人もね、資産家、金融資産の配当とか家賃収入だけで暮らしてる人もいるでしょうけども、そんでごく一部の話であって、ほとんどの人はレイバーやんなきゃいけないし、まあ、レイバープラスワークみたいな人もいるかもしれない。で、なおさらその、まあ、政治家みたいな人はね、だレイバーとかワークから、本当は、関わらずにやった方がいいんでしょうけども、やってんのかな。まあ、どうなんでしょうかね。自民党の大物政治家が大根の一本いくらするか知ってますかみたいな質問するけど、なこと知ったこっちゃねえって話。政治活動は大根の値段と関係ねえだろって、そんなの、プライベートな話だろって言って、ハンナ・アーレントでも読み直して、出直してこい、このデコスケ野郎って言ったら、日本で叩かれますよね、これね。大臣、今、大根の値段がいくらだかご存知ですかみたいな、ほら、言うじゃないですか、予算委員会とかね。なこと知ったこっちゃねえよってね。公的領域と関係ねえだろって、ハンナ・アーレントもそうやって書いてんだろって言うと、まあ、しらっとした雰囲気になるんでしょうね。ただ、まあ、私は、ハンナ・アーレント言ってることは、日本のね、政治風土と関係ないことなんで、別にそのギリシャのポリスがどうだとかね、はっきり言って関係ないですよ。ほら、出羽の神、ハンナ・アーレント出羽の神になっちゃうんで、ハンナ・アーレント曰くで、日本の政治状況切ったってしょうがないんですけども、まあ、そういう考え方もあんのかってね、思いました、ちょっと。まあ、なるほどなって思ったので、シェアしただけです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。